怖い。でもやってる。大丈夫ですよ。いけますよ。一人土なりのロックオンミュージックスタートですって誰かが言って始めて、じゃあ。あ、どのタイミングですか。もう任せますよ。これ音源大丈夫だったっけ。音大丈夫です。はいはい。だったで、トミーさんの CD 渡したっけ。これまでに今日はケセラン、パサラン、何かについて。うん、これはね、かける曲で、ブラックベリーのトミーさんって子がお客さんね。はい。じゃあ、任せるよ。じゃあ、大きい声で喋ってね、なるべく。どうしましょうね。そういう犬さんの不安そうなの。怖10秒前です。2人が最初のフリートークしゃべります、はい、5秒前4、3、2、1。はい、イムさん、はい、今日何してた昼間。今日はですね、久しぶりに髪を切りましたね。お仕事は休みでした。ちゃんと祈りましたよ。まあね、慰霊の日だけにね。そうなんです、大切なことなので。ひむさん、髪切ってどんな。ちょっと軽くなりましたね。気分もね。そう、ひむさんがね、パーマかかってるんですよ。そうなんですよ、かけました。夏らしく。夏らしく、はい、夏らしく。夏らしく、夏らしく。一人一人土なりのロックオンミュージック。はい、一人土なりのロックオンミュージックです。今日のサポートメンバーはサックス吹きのジョジョとフルートのイムです。はい。最初のフリートーク、うん、あのジョジョの一人土屋のロックミュージックスタートで、はい、本当はジングル始まる予定だったんですけど、僕はそのつもりで一人まで言いましたよ。ミキサーの夜並みくくったのしゃべりダメやつ。早めに沈没する前にみたいな。いや、すごい正しい判断だったと思います。危ない危ない。ジョジョがヒッて言おうとしたら去っていきました。一人すなりのロックオンミュージック。この番組は毎回ゲストを招いて音楽についてお話を伺っちゃおうという情報番組です。はい、今夜のゲストは沖縄市中央パークアビニューにある個性派ショップ、はい、ブラックベリーのオーナーでもありデザイナーでもあるトミーさんが来ております。はい、皆さんからの質問やメッセージ待ってます。メールアドレスは797@fmginowa.com までお送りください。懸命に一人土なり宛てと添えて送ってくださいね。はい、こちらギノヤ、もう癖がもうダメになってるさ。いや、ね、FM ギノヤのホームページでもあの、はい、Ustream とツイキャスで動画配信してますので、はい、そちらに、メッセージもいただけると幸いです。ジョジョの動揺。いや、今ちょっと実はそのホームページのコメントを今チェックしてたんですよ。はい、あ、今ツイキャスの方にですね、メッセージ来てますね。はい、沖縄在住ナナシちゃんから、お、こんばんは、慰霊の日ですね、はい、いつも話を振ってくれる、はいはい、ありがとうございます。あまりその話題で広げない僕ら。すいません。ね、でも慰霊の日、今日は12時に皆さんに配当してね、はい、しました。うん、ね、ブルガリさんって方からもギノワン万歳万歳アロハこんばんはと、なんか初ですね、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。これから56分間ゆっくりお楽しみください。で、はい、最近ライブをどっか行きましたかと言ったら、うん、イムさんが昨日、はい、バークラゲに、はい、那覇市のバークラゲに行ってきた。ティージローズを見に行ってきましたけど、ティージローズは、男性ベースで女性ギターボーカル、はい、ですね。東京から来てるんですよね。そうですね、はい、なんかすごいすごいなんか良かったです。真に響く声が
とっても良くて、でも途中から椿をにゃっこさんに見えてしょうがなくて、女性の方が、そう、女性が喋る時のトークの時の声が似ていて、僕も音源で聞かせてもらったことがあって、なんかハスキーなんだよね、すごい ね、 ですね、かっこいい、なんか少年というか、真のなんかいい声ですよね、うん、でジョジョさんも最近ライブを見に行ったということで、はい、あ、そうです、実はですね、あの僕の高校の同級生でもあるんですけれども、うん、あのマスカケというユニット、今東京を中心に、まあ、あの日本、うん、全国いろいろ津々浦々回って活動してる、はい、男の子、男の子、はい、男性2人のアコースティックギターボーカルのユニットがあるんですけれども、彼らがというか、まあ、先週から、うん、3日間ぐらいかな、沖縄に、来てまして、うん、そのライブ行ってきました。彼らはですね、あの結構あの、まあまあ、ジャンルでいうとポップスなんですけれども、結構いいメッセージ性のある曲とか、うん、いろいろ作ってて、実は、うん、あの作った曲がいろんなコマーシャルとかにも採用されてて、この前言ってたのは、東海地方の、うん、タイヤのメーカーのコマーシャルソングとしてずっと、もう何年って言ってたかな、何年も前から使われてるっていうことで、うん、その曲をレコーディングした CD も今回新たにっていう、あの発売するっていうことで来てました。マスカケはローマ字表記、はい、ひらがなですね、ひらがなでマスカケ、はい、調べていただけるともうすぐバンと出てきますので、よろしくお願いします。昨日イムさんが見たバンドが T ジローズ、ね、T ジローズ、はい、ちょっと昨日行きたかったんですけど、ね、うん、あのブルガリさんからまたメッセージ来てますね、はい、俺は最初から最後までクライマックスで行くぜ、これあのこの番組聞いてる人だよねきっと大丈夫ですか、山田光さんって方からもこんばんは、初めて FM 技能案聞きます、楽しみ、ありがとうございます、ありがとうございます、よろしくお願いします。多分初めて来てる方あれじゃない、やっぱりブラックベリーのトミーさん関係で来てくれてる、ね、そうかもしれないですね、若いのにね、すごい、うん、パーティー主催したりとか、うん、僕はあの最初に会ったのは、まあ、中学校、彼女が中学時代が一番最初の、うん、初対面だったんですけど、ね、これまあまあゆっくり、ね、来てから話聞いていきましょうね、はい、で今日の、1曲目今からかける曲なんですけれども、はい、埼玉出身のアコースティックユニットでケセランパサランという2人がいて、はい、ジョジョもね、はい、僕も仲良くさせてもらってレコーディングも参加させてもらったり、ボーカルの愛子ちゃんとギターコーラスのひろみちくんの2人でやっているユニットでございます、はい、で、流通している作品もあるんですけど、そうするとそれかけちゃうとあのインターネット上に残せないので、はい、今日は彼らの手作り CDR、はい、2012年に出したいい夢見ろよの中からちょっと1曲お届けしたいと思います。聴いてください、ケセランパサランで午後5時42分。揺れる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 
お送りしている曲はケセランパサランで午後5時42分。一人土なりのロックオンミュージック。はい、一人土なりのロックオンミュージックやっておりますけれども、はい、今日のゲストトミーさんが入ってきてツイキャスの方がすごく今賑わってるんですよ、はい、ねー、あちゃーんさんって初めまして、トミーのおばですこれ実の、ね、あと山田光さんって方もトミーさんってね叫んでおりますけれども、じゃあ自己紹介お願いします。はい、パークアベニューでの入り口あたりでショップを、個性的なセレクトショップとオーダーメイドの店をやってます、ブラックベリーのトミーと申します。はい、よろしくお願いします。トミーさんがすごく緊張してるんですよ緊張する、あ、だから僕映って緊張してるんです。あ、ジョジョがなんでトミーさんのせいにしよういっぱい噛み上がってそう、トミーさん、そのブラックベリーは何年に始めました？3年目になるので、3年目、2013年、うんうん、そうですね、2013年に始めて、はい、でトミーさん自身の、じゃあこれまでのお店開くまでのちょっと経歴というか、どんな流れで今まで行き着いてきたみたいなのをちょっと聞きたいんですけれども。はい、店開く前は、高校卒業して、うん、東京の文化服装学院という学校を出まして、うん、でその後、アパレルのスーパーラバーズというブランドに就職し、うん、でその後沖縄帰ってできて、うんうん、ショップを始めましたね、うん、これはトミーさんもともと沖縄市小座出身なの？はい、小座出身です。で向こうに東京行って、で、まあ、専門学校で勉強して、向こうのアパレル関係で勉強して、でもともと沖縄でお店やりたいなとか思ってたの？あ、そうですね、うん、もう小さい頃からもうパークアベニューでやりたいなって思ってました。うん、もうホームなんだ。じゃあホームですね、うん、でなんかさっき話を聞いたら小4、はい、の頃から洋服作って、ね、はい、ショップに卸してたんでしょ、委託販売すごい、でもすごい少なくですけど、ちっとくすごい。これは小4の子供が服着る、あ、子供が着る服っていうわけじゃないってこと？一応自分のサイズではありました、うん、小4小5ぐらい、ちょっと大きめではあったので、姿勢も高い方で、知り合いのお店にこれ、そうですね、委託で売ってくださいって、はい、交渉も自分でやったの？あ、でもそこに毎日のように行ってたんです、うん、でそれでとっても好きなのが分かったんじゃないですかね。で実際売れた？2点売れましたね。すごい小4とかその考える頭もないですよね、うん、そうだねやっぱりもうなんかそこでも人生は決まってたのかもね、うん、でもね、でしかもそれ今でも取ってあるんでしょ？そのお店に、はい、売れなかったの、うん、で来てるんでしょ、たまに来てます。すごい、で、うん、待って、小4から体型変わってないってこと？あ、でも小4の時の流行ってた位置が、うん、多分ウエストの位置が上で、うんうん、でその時から時代変わって、ちょっとこの位置的に大丈夫な、変わってないわけではないんですけど、
というかこの小4の頃からこの流行ってる格好とか、うん、俺なかったけど黒いハンズボンからなんかはみ出してたけど昔ながらの男子大そうですよね、うん、でも小学校の時にウエストハイウエストでとか全く覚えてないですね。でもやっぱり好きだったんだね、うん、で実はこの私一人土成なる前にザ・フッカーズってバンド僕やってたんですけど、はい、トミーさんが中1の頃に沖縄バンドやっててその頃ねトミーさん、はい、やってました。沖縄市のどこだっけ沖縄ライブハウス企画したライブハウス、はい、小座あのミュージックタウンの前の場所は今もないんだよね。ないですね。そこのライブハウスで中1のトミーさんなんかバンドが企画したんだって、うん、イベントをまあそれもすごいですけどね地獄車とかうちらフッカーズとか牙とかあとジャックもジャックとかデューティーフリーショップとかを呼んでいや呼んだってやったもう、ね、で僕その時会ってるけどもちろん覚えてないじゃない、うん、最近その写真送ってくれたんだよね。あそうですねメールで、うん、はあ、ました見た見た見た。トミーさんも本当に中1のキラッキラした子供だよこれこんな子供が企画したイベントって早熟なんだよ要はもう来たメンバーとしてもすごいけどそういうメンバーの前でもガンってやったってことでしょ。覚えてないですどんなのカバーしてたのコピーしてたの。あの、うん、SSD の曲を、うんうん、あのカバーしてたの許しを得て、うんうん、うちらの曲に変えてドラムはよーこSSD のでしょとか今トリックスターグーニーズやってるよね、はい、三鷹くんとかね面白い。あ、うん、あちゃんさんが今、はい、テイクワンだったんじゃないっていうすごい覚えてる。さすがおばさん来てくれてた気がする。でもおばさんって書いてるけど多分若いでしょ言ってもトミーさん自身も若いもんね。でもどうなんでしょうね年齢わかんないですね。若いですよおばさんなのに年齢不思議あ、言ってる、うん、あ今出てました、ね、ツイキャス見てる人がもう楽しみです。あ、ジャンさんありがとうございます。ありがとうございます。そうトミーさんだからバンド音楽も昔から好きだったんだよね、うん、はい好きでした。で僕がだからこの大人になったトミーさんに会ったのはそのもちろんブラックベリーに行って、うん、で沖縄市ってほら今ちょっと寂しいじゃないパーカービニューとか、はい、そうですね。でも最近なんかこのネバーマインドだったり、うん、この前もゲストで来てくれたファイフォン君がやってるネバーマインドとかあとポゴタウンとかね、うん、ユウ君とかがやってるお店若い子たちがお店をやってる中でブラックベリーもトミーさんがこう立ち上げて、うん、あなんか可愛いお店あるなとかでも女の子っぽいけどどうしようでもフライヤーなんか置きたいなって言って入ったらトミーさんいてでフカズの人じゃないですかって話しかけられたの。あそうですね、うん、懐かしい。で中1の頃企画してってからなんか中1の頃みたいなまずフカズ飲んでびっくりして中1の頃でまたびっくりして、うん、牙のバルさんと仲良しでもう気絶しそうになってどんな子みたいななんですよ。その面白いですよトミーさん、で、はい、このブラックベリーオープンして3年目、はい、でお店でパーティーとかもよくやってるじゃない。あそうですね、うん、はい、ブラックベリーパーティーといって、うん、2階のバー八鳥と一緒にブラックベリーと使って、うん、で、うんうん、フード出店だったり鍼灸師さんが来てくれたり、うん、フリーマーケットライブペイント、うん、でライブソーなんていうんですかライブソーイング、あその場で、うん、物を作る、うん、アーティストさんが来てくれたり、うん、そういういろんなごちゃ混ぜのパーティーをしてます、うん、これはお店やりたいなっていう時からこんなのやっぱやりたいなみたいな思ってたの。そうですね思ってました。やっぱり沖縄なので、うん、ちょっとこの横のつながりとかが県外よりはあとはあ情報が県外よりはちょっと遅いかもしれないと思っていて、うんうん、自分いながら、うん、でやっぱり知りたいけど知れないとか交流の意味でも、うんうん、そういう集まれる場所は欲しいなと思って、うん、パーティーはしたいなって思っていましたね。すごいよ、うん、
これしかも一人でやってるんでしょ。ブラックベリーだって一人で切り盛りしてるもんね。あ、そうですけど、でもパーティーはもういろんな、うん、あ、有志の方々が集まってる。そうですね、始めたばっかりの経営者の方とか、うんうん、独立したての方々がブース出したりとか、うん、そうですね。いいね、やっぱ健全だよね。こうやってなんか何かやりたいっていう時にみんなで集まって知恵出し合ってとか、うん、でまたそれぞれのお客さんがまたそのお互いのお店を紹介できたりとか人紹介できたりするからね、うんうん、人と人をつなげているじゃないですか。楽しいですね。そういうの やりたいなって思ってもできてるか分かんないですけどね何回目なる。この前もあったじゃないですか。あ、でも分かんないです。もう最初から数えたら本当は月1でやってたんですよ、うん。あ、このもともと本当はやってたんですけどす倒れるよでもやってたんですけど、うん、でももうちょっと、うん、1年目ぐらいで終わって、うんうん、2年目で3年目閉店が決まってから、うん、まあ、そうなんですよね。ちょっと後でもちょっとじっくり告知しようと思ってたんですけど、ブラックベリーね、そう、うん、今年で閉店するっていうことになって、はい、あら、まあ、はい、そうなんです、なんですよ、うん、またその話をちょっと一回曲に行ってからあれしましょうかね、はい、後半行きましょうかね。で今日持ってきてくれた曲はなんでまたこの方の CD だったんですか。とっても好きで個人的にも、うん、あとはお店のお客さんにもとってもマッチしてるみたいで委託してたんですけど、うんうん、面識がある方なの。あ、はい、ライブで惚れ込んで、うん、私の方から声をかけて。どこでライブ見たんですか。出張円盤で G シェルターですね、うんうん、で県外から来ていて、うん、でその時にとても素敵なアーティストさんだったんです、うん、じゃあこれ皆さんに聞いてもらいましょう。じゃあ曲紹介お願いします、はい、青いスイミングの家来。Thank you.
ていれば届けした曲は青いスイミングでケライでした。はい、女性が一人で歌詞を弾きながら、このなんていうんですか、トミーさんの今ある緊張が出てるみたいな音楽にも出てる、なんかわーってするよねそうですか。でも僕こういう雰囲気好きなんですよね、うん、なんかこのいいですね、不穏な不安なになるような、でも締め付けられるようなみたいな。ああ、うん、そうなんですね。そうなん、落ち着きますこの曲。あ、そうなんだ。はい、うん、なんかだんだん見えてきましたね、トミーさんっていう人。トミーさんいろんな曲聴く、どんな人たちが好きですか。これって決まってなくて、うん、なんかライブに行った時に気に入った人のを、うん、集めるっていうのが多いですね。女性アーティストの方が多い？はい、うん、そうですね、女性アーティストの方が多いかもしれないです。やっぱこの歌の世界とかに同調する感じがあるのかな、共感というか。あ、そうかもしれないですね。ちなみにこのトミーさん的にはこの、あの、そうそう、そのブラックベリーではこのお店商品取り扱って販売としてやってるけど、はい、なんか最近からオーダーメイドも、はい、ということはトミーさんが作ってるってことだよね。そうですね、作ってますね。でこの作るときって音楽聴いたりします？あ、聴きます聴きます。はい、この青いスイミングさんとかも、青いスイミングさんはもうぴったりです。創作中にもうとっても作りたいものが浮かびますし、へあとうちのお客さんも、うん、なぜか青いスイミングさんの曲大好きなんです、うん、1ヶ月で CD がもう全部売れてしまって、すごい、ね、結構早かったんですね、うん、みんな落ち着くって言って、うん、言ってました引き寄せてますねでやっぱお店に来るお客さんの好みもちゃんと把握してるっていうのがなんかすごいなと思う、うん、そう、オーダーメイドってどんな洋服を作ったりしてるんですか？はい、昔は結構激しい、もう個性の強いような、うんうん、そうですね、派手派手な感じの洋服が多かったんですけど、まあ、90年代に特化したというか、うん、90年代と今のミックスっていうイメージだったんですけど、うん、今は徐々に自分が着やすい服を求めるようになってきてしまって、うん、でそれにも素直に従うというか、うん、ブラックベリーの色で着やすい生地を使って丁寧に作っていこうかなと思って、今はそれでこれをコンセプトに制作しています、うん、そっか、生地とかも自分でそっか選ぶんだもんね、もちろん。そっか、そうですね。それは県内で買っていくの、それとも買い付けとかに？大体県外です。県外とか、はい、ね、あとはブランドさんからちょっと仕入れさせていただいたり、うん、付き合いのあったブランドさんの商品、うん、生地をこんな生地ありますかみたいなとか、てて見本とか見たりとかして、そうですね、とか、うん、あとはこの商品が気に入ってこれに使った生地をちょっと一部と仕入れさせてもらえないかなとか、さっき言ってたこの創作するイメージが湧くと、湧くって言ってたじゃない、はい、これあれですか、結構うーんって考え抜いて出るタイプ、それともなんかシャワー浴びてたらパッて浮かぶとか？あ、そっちです。あ、そっち、はい、やっぱ同じですね、そういうの、ね、降りてくるタイプ、うん、どういうタイミングが多い？自分が前組んでたのフッカーズのバンドの千葉名雄介はシャワーだったわけ。あ、そうなんですか。あと車でドライブ中って人も結構多くて、僕車多いですね。あ、徐々に車と、あと歩いてる時とか、歩いてる時、どっちですかと思います。私は急いでこの明日までにこの服を作らないといけないって時に、うん、他のことが3つ4つ浮かびます。これをやらなければいけないのに、うんうんうん、他のやりたいことが出てきた面白いそれもあるそういう時どうするの？とりあえずメモバッて絵を描いてたりとかするの？そうですね、残してるふりして、実はちょっと、うん、合間に気分転換というのを別の作ってしまったり
してちょっと納期は遅れないようにしながら、うんうん、やってます。面白い、やっぱ物を作る人なんだね。お客さんってやっぱ女性が多い？そうですね、はい、うん、女性がもう 90% ぐらい。あ、そうだよ、この前ライブハウスで、はい、そのまこちゃんっていう DJ やったり写真撮ったり描いたりしてるまこちゃんが着てたのが、そう、トミーさんが作ったワンピースだったんです。あれ色黒かな、深い紺なのかな。黒ですね。黒、うん、可愛かったんだよね、すごい。なんか珍しい、なんかムーミン谷から出てきた人みたいだねって言ったら、ニコニコ笑ってたけど、ね、トミーさんに作ってもらったとか。あ、うん、そうですね、まこちゃんのワンピースとっても可愛く、うん、いや、まこちゃんがアイデア出して、あ、こんな感じの服できますとか。そうですね、一緒に作ったっていうイメージですね、うんうん、これはもう予算からだいたいお客さんから提案来てこれぐらいでみたいな感じでやってるの？あ、でもどっちかっていうと自分が、うん、のできればでこの定期的に展示会をやってるんですけど、うん、まあ、時期的に4つ年に4回ぐらいの感じで、うん、これはお店で。そうですね、うん、一応この本当は4回ぐらいやって、まあ、それが3回になったりも少なくなったりもするんですけど、うん、その時に作ったものを参考商品として値段つけて、うんうん、制作期間つけてアップして。あ、なるほど、ね、そこから、うんうん、オーダーが来る感じ。じゃ元となる服の形が決まってて、それプラスアルファこんなのできますかっていうオーダーに答えていくんだ ね、はい、生地を変えるとか、うん、あとはもう一からの人もいるんですけど、まこちゃん の、うん、あのワンピースはそういうセミオーダーというか、うんうん、ですね。面白いですね、面白いですね。イムさんは何か質問とかありますか、トミーさんに。なんちなみにイムさんは、はい、あのご飯系に強いんですよね。そうですね、栄養関係に強いイムさんですからね、はい、お料理が上手なんです。ご飯のことばっかり考えてるのでお洋服よりはご飯の、はい、そうですね、うん、洋服作れないので、うん、今度行きたいと思います。なんかイムさんの雰囲気に合ったステージ衣装をお願いするっていう。ああ、すごくいいですね、うん、なるほど、いいですね。ステージ衣装とか言ったら、でもそっか、作ってるってことだよね、うん、どうしよう小林幸子さんみたいな。一人つなりがすごい方向に行っているから5メートルの一人つなり。どこでやるの。沖縄市民会館ぐらいでやるの。まあまあそれは置いといて、はい、そうで、そのブラックベリーが先ほどもちょっと言ったんですけれども、はい、あの年内にちょっと閉店することになったのも、はい、これもあれなんでしょう、オーダーメイドとかで入ってくるようになってきたから。そうですね、それを中心にこれからやっていこうかなみたいなのが、はい、そうですね、トミーさんの中であって、はい、そうですね、自宅サロンみたいな感じにして、うん、制作をメインに、うんうん、やっていくことになりそうです。なりそうです。今もあんまり毎日ショップが開けれてないので、うん、今も月水金に絞って、うん、あとは来店がある時だけ開ける感じにしてるので、うん、家に移行しようかなと思ってます。うん、で、そうだからブラックベリーがその閉まるにあたって毎月パーティーを主催してて、今月はもう6月12日に終わったんですけど、次が7月3日、はい、で8月7日で9月4日が最後。はい、最後です。これが最終日になるの、お店の、そういうわけでもない。何日間かは多分この日が本当に最終日になるかもしれなくて、うん、あとはもう片付け、うん、ああ、そっか、物を引いていく感じ、うん、でもその時に来店があったら、まあ、開けるしっていう感じですね、うんうん。そう、このブラックベリーって調べたらこうホームページが出てくるはずなので、ブラックは BLACK 黒なのブラックね、でベリーが BERRR が3つね、 RRRY、はい、でブラックベリーで、はい、ツイッターとかホームページとかね、ブログ、ティーダブログも始めてますよね。最近始めましたね、はい。ていうかホームページにもブログあるのにまたティーダブログも。そうなんです、そうなんです。これなんでなの、使いやすいから。ティーダブログをずっとやってなかったんですけど、うん、本当にもう100回ぐらいいろんな人に言われて、うん、100回言われすぎちゃう。なんで10回ぐらいで聞かないの。ちょっと盛りました。100回は嘘ですけど、それくらい言われて、うん、閉店するしやってみようかなって思って、うんうんうん、
今度から多分パーティー出店とかをしていくと思うので、うん、店がなくなるのでイベントに出店とか、うん、そうなると TW ブログの方が今までやってたブログよりも強いのかもしれないとは思ってやったら結構変わりました。あ、そうなんだ、はい、すごい TW ブログの宣伝もしてくれてるトミさんいい人、うん、あ、おばさんのあちゃーんさんからトミーちゃんお料理も上手ですよってわあ、チャンネルだよ、ウケる。そう、Facebook とかでも Twitter とかでもお料理あげたりしてますよね。好きではありますけど、でも得意かどうか分かんないです。最近作って発見だった料理とかあります？なんか一番印象に残ってる、これは勧めれるぞみたいな。ああ、うん、でも勧めれるかどうかはあるんですけど、父親が釣ってきた魚を、うん、煮つけにするのがとっても好きで、うん、昨日もやったんですけど。煮つけできるの？もうイムさんの中では今工程が煮つけ？なんか父が釣ってきた魚が美味しいものがとっても偶然かもしれないんですけど、うん、とっても多くて、うん、それを使ってすごい。俺なんかタルトとか言うかなって期待してたそう言えばよかった。煮つけ、そっちの方が可愛いですよね。いや、煮つけの方が可愛いよ。ケーキって言えばよかった。そう、ブラックビーンのみーさんがね、はい、お店閉めるってことで、だから今回、うん、普段このやっぱり音楽関係のお友達とか、まあ、ワンマンライブがあったとかリリースがあるという方々呼んでるんですけれども、うん、やっぱ閉店する前にちょっとトミーさんぜひ来てもらいたいなと思ってて、うん、ね、ありがとうございます。僕は沖縄市はこのアトロンっていうね、アートユニットの2人とか昔からずっと友達してて、でさっきも言ったけどこのフェイフォン君のネバーマインドとかね、ユウ君のポコタウンとか盛り上がってる中で一役買ってた、もう大きな影響を与えてたトミーさんですからね、ちょっとでなんかね、なんか早めに来てもらいたいなと思って閉店はまだ9月なんですけど、なんかタイミング合わなくて来れなくなったら嫌だなと思って今日は誘ったんです、うん、はい、ありがとうございます。すみませんね、緊張させてしまった。もう緊張してないです。もう慣れました、はい、でももうすぐ終わるんです。トミーさん悲しいかな。じゃあ今後の、まあ、トミーさんの、まあ、これからお店閉めてどんな感じでやっていくかみたいな夢みたいなのがあればちょっと最後に聞きたいなと思ってるんですけれども、あ、うん、そうですね、これからも丁寧、これからもっと丁寧に、うん、新しい、ことをするのもなんか怖がらないように服作りがしていきたいなって思ってます、うんうん、そう、洋服作りっていうのも終わりがないよね。そうなんですよ ね、うん、ずっと続けれる仕事だもんね。そうですね。で、音楽と違うのは、音楽ってほらうちら出しっぱなしじゃない、自分たちの思いとかを。そうで、受け取った人が勝手に解釈してくださいっていう、この、うん、いい加減って言ったら言葉は変だけど、バーって出して、じゃああとはあなた方に任せますだけど、洋服作りって相手がいるじゃない、対相手のためにやるっていう、うん、なんていうの、奉仕の精神というか、うん、なんかね、優しさというか、そういうのをずっと持ってやっていくっていう、なんかいい仕事だろうなとなんか思うんですよね、うんうん、トミさん声出してすごいすごいうなずいてはいるんですけど、ね、そうですね、ラジオそうですね、うん、だからまあ私は男でもおじさんなので、うん、トミさんに服を、ね、作ってもらうことないかもしれないですけど、いやでもいいかもしれないですよ、ね、男小林幸子もういいね、これブラックベリーお店ね、はい、不定期でまあちょっと空いてるみたいなんですけれども、はい、まあ、ホームページとかメールとかねコンタクト取れるんで、はい、ちょっと興味ある若い女の子もしくは若くなくても、ね、なんか新しい服新しいもの、ね、自分のオーダーメイドしたいなって方はぜひぜひトミさんにご一報をと思っております。はい、はい、じゃあ私もこのパーティーちょっと6月の行けなかったんですけど、7月3日、8月7日、9月4日とあと3回あるらしいので、どこかには絶対こだせたらいいなと思ってますので、ありがとうございます。はい、来ない方がいい？来てほしいです、本当に。みんなで飲みましょう、ね、
今日はありがとうございました。ありがとうございます。なんか言い残したこととかね、大丈夫、あ、あちゃーんさんになんかツイキャスにガンガンコメントあげてくれた。本当ですね。あと山田剛さんって方もね、ありがとうございます。トミちゃんのお料理お菓子デージ美味しいんですよって食べたことある方ですよ。あちゃーんさんです。あ、これあちゃーんさんです、うん、ごめんなさい。山田剛さんはお洋服もお料理も作れてすごいですねって、素敵ですね、うんうん、ありがとうございます、はい、じゃあ最後の曲紹介してもう帰る、小座に帰る今日はありがとうございます、はい、じゃあ曲紹介お願いします。青いスイミングのハードな曲です。今夜のゲストはブラックベリートミーさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。お届けしている曲は青いスイミングでハードな曲。10秒前です。
ひとりつちなりのロックオンミュージック、はいはいはい、エンディング来ましたけれども、はい、ちょっとだけ PM エージェンシーのコンサート情報もあると思うんですかね、はい、来週になりますよ、もう7月2日土曜日、宜野湾市海浜公園屋外劇場で、はい、ディアマンテスの25周年記念トロピカリッシマありますよ、うん、はい、こちらの龍神バブヤーとかパパイヤ鈴木さんとか生間明さんとかね、うん、あとオルケスタ、デラルス来ますね、また来ますよ、でモンパチも出て、うん、で、なんとコッコもおすごい決まっているので、ちょっとすさまじいイベントになっておりますのでね、ぜひぜひ皆さんよろしくお願いします、もう来週の土曜日になっておりますので、詳しくは PM エージェンシーのホームページまで足を運んでください、はい、はい、毎回ゲストを招いて音楽についてお話を伺っちゃおうという音楽情報番組、ひとりつちなりのロックオンミュージック、はい、来週は MC ウクダダと MC アイノさんがゲストにとうとう、はい、来ますので、ゲストに関する質問やメッセージ、その他あらゆる音楽情報なども随時受け付けております、はい、メールアドレスは797@fmginowan.com までお待ちしております、懸命にひとりつちなり宛てと明記してください、はい、福田愛の、うん、はい、いらっしゃいますよ、で、ジョジョさん、はい、ライブ情報があるということで、あ、はい、うん、まずですね、来週月曜日になります、27日月曜日にイオンモール沖縄ライカムの、5階ステージエアの方で18時から僕のソロライブ、はい、夕方からいいですね、はい、いい感じのサンセットに、サンセット前ですね、うんうん、いい雰囲気の中で、うん、やれると思いますので、ぜひぜひ無料ですので、足をお運びください、はい、来週の月曜日、はい、それからまた7月になってから7月5日火曜日の平日なんですけれども、ソーセージという男性2人組のユニットの、うん、まあ、ちょっと、1年未満かな、活動休止してたのが活動休止が解けて、うん、でレコー新しいアルバムも引き下げてやってきますので、うん、そのライブが、モッツの方でありますので、はい、そちらもぜひぜひチェックよろしくお願いします。4月5日はい、はい、そしてイムさん、はい、音楽系ではないんですけれども、ないですよね、はい、ちょっと仕事関係で、うん、イベントが今度ありまして、はい、富井城のウイングシティで食と子どもの健康展というのがあります。はい、まあ子どもたちが食べてる給食のちょっと紹介とか、うん、県産野菜の展示とかもあるんですけど、はい、試食も、まあ、いいじゃないですか、はい、ちょっと子どもが食べてる給食のあるものとかが出ます、食べれると、はい、試食があります、食べたい、ありがたいですね。ぜひぜひ、はい、これは7月の2日、はい、あ、すいません、そうです、7月2日ウィングシティです、はい、はい、もうあれですね、もういろんなところで、でも本当沖縄イベントがいっぱいあるよね今ね。ですね、うん、もう歩けばもうイベントに当たるぐらいのどれ行くか迷うぐらいの、ね、皆さんもいろいろ自分のピンときたイベントに足を運んで、いっぱい音楽なり、うん、またこういうね食だったりとかね、はい、楽しんでほしいですけれども、で、ひとりつちなりのロコミュージック、はい、ひとりつちなりのライブ情報、はい、言わねばならぬと、はい、7月の23日、はい、日曜日、あ、土曜日、はい、那覇市のバークラゲで、はい、ひとりつちなりワンマンライブをしますので、はい、はい、サックス吹きのジョジョ、はい、そしてフルートのイムさん、はい、ベースの純也君、ドラムスあかり先輩のバンド編成で、はい、初のワンマンライブを、はい、このメンバーでは初のワンマンライブですよ、はい、今日もスタジオ入ってね、こっち来たんですけれども、はい、そうなんです、多分そうだよ、それでジョジョは疲れてるんで、下そっか、あんなパチャ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 サックスとかね吹き、それ来たら疲れますよね、うん、もう下に疲労が溜まってる、ろれつが回らなくて
ということですね。えぐいローリングしてたところの列。そうで、あとさっきいらしてたあのブラックベリーのトミーさんね、はい、なんか若いのにすごいしっかりしているし、うん、あとなんか常になんか先をちゃんと見ていて、うん、自分のやりたいこととかあとやるべきことみたいなのが見えてる感じが、うん、なんか尊敬できる人だなっていう感じなんですよね、うんうん、トミーさん不思議。本当はもうちょっと砕けてファーって喋れる子なんですけど、さすがにねこうラジオ来てもらって、うん、やっぱ緊張しますよ ね、うん、もうちょっとねトミーさんの本性を出せるように私が頑張ればよかったんですけどね、実力不足でしたね。はい、で今日のエンディングナンバーなんですけれども、はい、あのトミーさんが先ほど言ってたあの中学校1年の頃に企画した時に出た私のフッカーズという、はい、バンドのファーストミニアルバム、はい、これ本当に一番最初自分たちで出した CDR、 あ CDR じゃない CD か、一応500枚か600枚限定でも出したんですけど、これも1999年ですよ最初に出したの。もう辛い。あ、すごい。20世紀ですね。えぐいでしょ。おい、世紀で言うなよ。昨世紀ですね。そう。それ17年。そう、それを流そうと思ってるんですけども、はい。あのさ、これユーストリームツイキャスで今生放送してるじゃないですか。はい、で、YouTube にも残るじゃないですか。はい、全世界の人が聞けるじゃないですか。はい、それに残すにはこれ流していいかなってやっぱ迷ったんですよ。若き日の私の歌声とか、このバンドメンバーのこのまだ拙いさが残る演奏とか迷ったんですけど、でもやっぱりこの一番最初の初期衝動、さっきトミーさんも言ってたあの小学校に作った作品が自分の原点ってちょっと言ってたんですけど、やっぱここにねこのフッカーズの1枚目のこのミニアルバムに僕の原点が多分入ってると思うのでね、これを皆さん一人つにありこんなかって思わないでくださいよ。ここから何年経ってるんだって話ですからね。はい、というわけで、はい、じゃあ最後に聞いてください、はい、今日のラストのナンバーです。ザ・フッカーズでファーストミニアルバムザ・フッカーズの中からそれなので。
この番組は PM エージェンシースタジオ G の協力でお送りいたしました。ありがとうございました。絶対か何ジョジョ絶対噛まないって言いたかったのに